どうも、まさるこです。ではラスト続きをやっていくんですけども、ワイプ前だったのにやられちまったぜ。やられちまったぜ。どこで死んでる？ここだよね。そうだね、ここだね。そしてもう一個の家もなくなって、もう最悪だぜ。一応復活するぜ。なんでスギちゃんみたいになってんだ。飯食って。待って、ここどこをやんないとね。ここどこ、ミリタリートンネル近い、ミリタリートンネル近い、スーパー近い。ちょっとここら辺に行くじゃん。もうこの際、でかい家の前のでかい家、間違えた。飯食って、この堂々と飯食って、道路があそこにあるね。道路がある。道路沿いちょっと行くか。で、スーパー行って。あ、なんか隠し。そうよね。別に何もないよね。こんなとこにね。飯とか取って、木とか取って。でもワイプなんですよね、すぐね。ちょ、完全回復しちゃうか。こういうの取って、で、まったく、なんでそういう悪いことするかね。私は悪いことしてないのに。いや、仲良くやろうよ、仲良くの。あ、一応持っとくか。金属が欲しい。でもこう、もうワイプだからこれあんまりやってもなっていう感じで、もすごいいっぱい。あ、今はいらない。ちょっとね。これがこう、こうきた。じゃあこれもこれ用意にしよう。こういうの叩く用意にしちゃう。よいしょよいしょと。でもこのファームが楽しいからいいんですよ。じゃあ今回この動画、じゃあ本当はさ、あの前回の続きなので、あのミリタリートンネルにね、あのハズマットスーツを着ていきたかったんですよ、本当はね。あの前回行けなかったから。あ、これがあるのに、これがあるんだったらこれでやればいいじゃないという話ね。そうじゃない。で、向かうは、そうだね、こっちミリタリートンネル側に行って、どっかここら辺に、スーパーマーケットとここら辺の間に作ろうかな、家を。一旦なのに買ってファームをしちゃうっていうね、ついついね。スーパーまで行く？とりあえずスーパーまで行くか。こっち道をこう行って、こう。でもそっか、ミリタリートンネルに行きたいけど、ハズマットスーツを作らなきゃいけないから、タープは捨てないで置いた方がいいよって感じだね、きっと。あそこって家？普通の。誰かが建てた家あれ。違うか、あれはミリタリートンネルか、もう。ミリタリートンネルをちょこっと通って。通れる？7。通れない。横着しないでねっていうことね。よっこいしょと。死にはないね。よしよし。で、向こうも道路があるのか。で、スーパーマーケットで、リサイクルをする前に、する、した方がいいか。ちょっと食べちゃって。しちゃった方が、この、待って、マーケット行く前に、ここら辺に家建てるか、一旦。ここがいいよね。スーパーまで近いし。で、ここから周りを見て、家がないかどうか。待って、そうだ、布がない。布がないから、ダメだ。一回スーパー行って、リサイクルしないと、
これスーパーよね。よしよしよし。スーパーだからここでリサイクルしよう。リサイクルして前にちょっとだけこうして、この付近には誰もいないと見て、いなそうだよね。なんかね、いなそうではある、いなそうではあるから、ちょっと待ってね。一旦ちらっとこっちを見てと。おお、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 なんだなんだ。ちょっと一旦リサイクルしてくるか。ちょっと待って、誰かがいる？これ。はしご捨ててあるぞ。誰かがいた後じゃない？これ。ちょっと。いたのかい？誰かが。固定燃料何から今出た？緊張感が漂っています。誰かがいた跡があったもんで緊張感が急に漂っていますが、どこに建てようか。リータリートンネルとここの間ぐらいに建てたいよね。スーパーあって、そこがもう水やりトンネルでしょ。こっち側に行くか。ちょっと違う、誰かいるかな。いや、いてももういてもみたいな感じか。引き取って、戸籍も取って、こっち側には、あ、あそこにはあった、家があったらしきだけど、あったらしきだけどなさそうってことは、ここら辺に、これに建てるか家。港が向こうにある。まあ、いっか、ここで。ここでいっか。よし、ここに建てよう。で、まずはでも木を掘らないと。やっぱり、アウトポストの周りはやられちまうね。よし、これで、で、岩もこれで来れるから、これいらないでしょ、こうして。で、とりあえず、今、寝袋作る。これ作る、これ作る、これ作る。ドア、ドア、ドア。ドア作る、ドア2個作る。鍵3個作る。これ持てる？鍵作っても、持てるか。鍵、あれ、待って、鍵2個ん作ってない、作れないのこれ。
1個しか作れないの？そんなことある？まあいいか。ダメだったらしょうがない。ダメなんだ。ダメって言うんだったら。もう別に目立ったところに作ろうが関係ないもんね。ここら辺作れる？でも。作れないやん。これダメか。ミリタリートンネル近いって。ミリタリートンネル近い。近すぎるって。ここら辺なら作れるんだ。ここら辺は作れるのか。ちょっとあれくない？ここ。ちょっと。お馬さんがおるだ、あそこに。こっち入り口にしようか。出やすいように。私の頭が邪魔だったらしい。で、ドア。ドア。で、あ、TC 置かないと。TC 置く。置いて、開いて、木を入れて、もうちょっと入れて、んで、あと、これを作って、で、寝袋を置く。ここに寝袋を。よし。で、3。ああ、これ危険だな。これ危険だ。こうして入れとかないと。あ、そもそも石にできないのか。もう木でいっか。一旦木に、木でいいやな。木で。もう。あ、間違えた。ここだけ石にしちゃった。まあ、いいか。ね、これ開いたときに、ここにさ、こうあるのって、これでこれやったらさ、全部なんの？あ、なんか、ダメですって言われた。そういうことじゃないのか。よし。よし、これで十分でしょう。この家はね。で、ここにこうして、ここも木にして、これ木なのに、ここは鉄って意味ないか。まあ、いいか。で、木箱を作る。一応黄色くしといて、ね、申し訳程度に置いて、で、ここに一応入れるもん入れて、なんと食いもんした。で、木凝ったりする？証拠の三種の神器持ってって、あとは置いていけばいいか。これもいらないんだ。よし、これでちょっと冒険に行くか。あ、ベースが風化中。なんで？何が問題？何が足りない？木、鉄、石、やば、石がゼロ。やばいやばい、ベースが風化中。ちょ、石、早急に石をゲットしてこないと、まずい。あ、下が全然。ちょっと待って、石どこにある？石。石をください。石どこですか？石。石が見当たりませんが。調子に乗ってっていうか、間違えて石にしちゃったもんで、一箇所だけ。石がないんです。すいません、石をください。すいません、石、布はあるけども。石をください、石を。
すいません。石が全然ない。石が全然ないぞ。布はあるけども。布はあるが石がない。やばい。ここら辺盛りすぎて石がない。石が全然ない。この石、ここも掘ろうよ。あ、石当たったったった。あった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 。あ、ないわ。石ないわ。これ厳密に言うとない。これ異様だもんね。普通の石が欲しいんだよ。普通の石が。普通の石が欲しいんだってば。ちょっと待って、普通の石。あった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 。あったった。あったった。ちょっとでいいんです。ちょっとで、本当に。本当にちょっとでいいんです。あ、ありがとうございます。本当に。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、助かりました。助かりました。待って、これによって全部石にできるんじゃないか。ここら辺誰もいないのね。よしよし。早く帰ろう。まず石を。石に。わ、なんだ？すごい飛行機が。飛行機が飛びまくってるけど、大丈夫かい？なんだい？あれ、物資がすごい状態になってるけど。あれ、物資だよね？全部浮いてんの。違う？あれ、物資だよね？物資取りに行く？すごい勢いで物資が。あんな降ってくることあんの？こんなにいっぱい。これ行かない方がいい？すごい、4つも物資が降ってきてるよ。そんなことあんの？こう行ったら殺される？行ったら殺されるかもしれないけれども。行ってみたいよね。あっちからあの人たち来るかな。200の1。200の1。200の1。ここら辺だよね。ちょっと。ないか。200ぐらいの位置だった気がするんだけど、この辺をまっすぐ行けば着く気がするんだけど。ここら辺か？え、ない？え、どこ？どこ？どこ？あ、あった。あっちにあった。見えた見えた見えた。見えたけど、これ行ける？もうここ。これいける？ずぶ濡れ。泳いで、ゆっくり泳いで。見えている、もう見えている。ブツは見えている。結構遠くまで来ちゃったよね、きっとね。なんで今ジャックハンマーを上に掲げたのか、私は。いや、冷たいだろうな、こんな水、なんか、雪がいっぱいある水の中。よしよしよし。ジャックハンマー、武器はジャックハンマー。私の武器は今ジャックハンマー。よし。植えとこ、植えとこ。ジャックハンマー。ジャックハンマーを携えて。あんまりいいものが入ってません。いらないものばっかりです。帰ります。大したいいものがなかったです。で、ここでちょっとファームして帰りまーす。
あ、そうだ、家が風化してるんだった。 やべ、家が風化してるんだった。そうだ、家が風化してるんだった。まずいまずい、家が風化してるんだった。まずいよ。あ、元あった家、あそこか？ここ、あ、全然違うか。この山の向こうか。じゃあ振り返るのはやめよう。外れだった。あんまりいいのなかったね。この石こってっか。で、ずっと道沿いに行くと。これいらないな、弾は。若干までやってるともったいないな。劣化しちゃう。あ、ここって前にさ、こうファームしてた道じゃん。そうかそうか、その道をたどっていくといけるのか。この硫黄も取っていくか。でもまだ焼けないのか、提出がないのか。あ、提出燃料が。赤いドラム缶を探せ。キノコ。そうか、これ向こう側に行きすぎると家があるなって思って引き返したところあたりなのか、ここって。もしかして、ここ絶対無理じゃない？あのドラム缶。こう行けばいけんのか。あ、パネル。ここからね、出れない。ごめんなさい、目回っちゃう。目回っちゃう、目回っちゃう。おっと？おっと？ということは誰かがいる。誰かがいるぞ。誰かいます。武器はないよね、私。誰かがいる。いた形跡あり。誰かがいた形跡がある。怖い、怖いのである。お家に早く帰りたいのである。走るのである。赤いドラム缶もないのである。ちょ、ここら辺は荒らされてないから、荒らされてってか、いないってことはあった。あ、赤いドラム缶あった。
あ、これか。これが木の方がいっぱいこれが、の方が取れますよって。え、嘘じゃん。え、これ木、こうでしょ？ 20 でしょ？こっちの方が取れるじゃん。上位互換ですって書いてあった気がしたんだけど。攻撃速度。ほら、木材いっぱい取れますよっていう、なんか、ん？違う？赤ゲージは摂取量が減ることを示している。どういうこと？ちょっとわかんないから、やっぱりいらないということでいいですか？私はこれが欲しかった。あそこの家がもうなくなってるんだけど、向こうの家が、あ、これ欲しいかも。これ、いらないもの、いらないものなんだ。これ、いらない。これよりも、いらないもの。これいらないか。やっぱあそこの家ちょっと怖いな。あそこの家の人ちょっと元気そうじゃない？今。今まさにそうじゃない？オイルリグがオンラインになった。これまっすぐ家に帰れば、ちょっとスーパーに寄りたいな。あ、でもそうだ。家が劣化してんだった。そうでした。家が劣化してるんでした。私の家。あ、劣化じゃない。風化。風化してるまま遊びに来ちゃったんだった。大丈夫まだ。あ、大丈夫そう。一応石を入れといてあげる。これ劣化大丈夫そう？ああ、劣化してんだ、ちゃんと。ほんとだ。で、チョコ入れて、で、あ、いや待って、あと5足りない。5足りないやん。で、これで、これと、バネ、バネちょっと必要でしょ、確か。で、ギアもある。ギアちょっとありすぎじゃない？で、ここらも全部分解していい。し、分解しに行くか、これだけ。ご飯食べて、よし、分解しに行こうっと。スーパースーパー。まだいるかな、スーパー。さあと、一応ね、布はね、大事だからね。赤いドラム缶ないかな。あと1個あれば。いけそうじゃない？はい、ということで、今、なんだかんだで、スーパーに行けて、で、リサイクル終わって、家に帰ってきましたと。で、こんなものが手に入ったんですよね。ということは、もう、さっさと、まずは、そうだ。まずはこれで、提出じゃない、かまどを作らないかんのよね。かまど。かまどがなかった、まだ。あ、木材もいいのか。木材もちょっと足りないっちゃ足りないか。で、鉄はあるけど、硫黄があまりないか。かまど、
あ、かまどってここにも置けんの？でもクソほど邪魔か、ここは。さすがに。ここに置いて。それで。で。違う違う違う。して。んで、あれか。あれを作ろう。あれをね。2が必要。1が必要。そうか。そうかそうか。1を作って、1はどこだい？ 1 を作りたいよ。1がないじゃないか。なんで1が作れないの？もうこれ2作れる？もしかして。作れないよね。1どこ？なんでないの？ 1 が。え、1がなんでないの？1が作れないんだけど。なんで？あ、木材がないからか。なんだ。やばい、木材足りなくない？なんか木材。で、作って。で、これいちいち置かないといけないのか。一回置いて。置いて、で、2を作って、1で覚えなきゃいけないものって何かあったっけ、他に。特にないよね。電力系はこれで覚えたんだよね、大体ね、1のやつ。ということは、一回、違う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 。この人こうして、この人をピックアップで、2を置くと。2でさ、覚えなきゃいけない、なんか電気系統みたいな、こういうのとか。そんなに。あー、電気かまどとか覚えたいか、ちょっと。ちょっと覚えるか。せっかくだから。覚えれる？覚えれた。バッテリー台までいっちゃおう。これは何だ？工業用風車。そしたらここ。ターレットとかまでいけるんかな、これ。あー、でもハッチ覚えたい気もするな。こっちどう？あ、間違えた。こっちか。ここら辺は別にいいよね。覚えなくて。こっち覚えれんのか、これ。覚えれた。風車とかも覚えれんの？覚えれるわ。もう覚えちゃう、ちゃんと。一通り。あとは別にいいか。こういうシャッターとかいらないよね。これを覚えとく、一応これ。よし。で、こうなってくれば、もう、怖いものないね。もうだいぶ覚えたね。ということで、じゃあ今回はここまでにして、で、もうワイプになっちゃうよな。どうなんだろう。まあ、ちょっと一回どっか遊びに行ければいいなとは思うんですけど、
まあそんな感じですかね。まあでも今だいぶ覚えれた。今度電気とかもちょっとやりたいな、余裕があればだけど、こう家さえ壊されなければできるんだけども、どうかなって感じです。では、そんな感じで、今回はここまでかな。でも、ちょっとせっかく武器もあれしたけど、ちょっと、ね、っていう感じなので、また、もしよかったら見てください。ご視聴ありがとうございました。よかったら、高評価など、チャンネル登録などしてもらえたら嬉しいです。また、次も次回もお楽しみにしてください。ご視聴ありがとうございました。ゲームが上手になりたいな。もっとみんなに褒めてもらいたいから、コントローラー握る。でも、いつもお母さんは似ていてばかりで、俺を。